ここじゃんってジャンプす、あ、ここじゃんってあんまジャンプしないよね。あ、ここじゃん、ちょっと待って、待ては待てるよ。待てるよね。ここちゃん。よし。うわー、すごい迫力ですね。近い。どうした？珍しいやんけ。どうしたん、こちゃん。こんな近づいてきて。あ、手で遊びたいモードになってきたな、これ。やるか、こちゃん。やるのか。あ、このね、こちゃんの、いつの間にか、加減してくれるようになりましたね、この。はい、どうした。うー、甘えてる。このね、これほんとパピーの時は加減がなかったから大変でしたけど、今ちょっといい動画が撮れてる気がする。こちゃんがね、こう髪がね、全然強くないんですよ。あれ、噛まなくなっちゃった。ねえ、こうやって噛み しても、これはね、本当にちっちゃい頃はね、加減ができなかったから、舐めてる。ねえ、怪我する人もいるけど、今やとなっては、子さんもちゃんと気を使って遊んでくれてんだよ、に。これ、本気で噛まれたらもう終わるもんな、指。すごいことしております。指遊びでコロン、はい、コロン。はい、どうした。あ、ここがいい。何してる。あ、機嫌がよろしいね、今日は。はい。お、なんだ。この感触がいいのかね、人間のこの指の。じゃあ本気で噛まんといてよ。甘がみ野郎が。よいしょ。こちら指いくよ。あ、ガブッと。もういいかな、今日は。ああ、取れなかった。じゃあもう一回やろう。よいしょ。いいしな。野生の子は。じゃあもうお腹見せまくりやん。はい、こいちゃん。あ、かゆい？かいたろか？パパがいい動画が撮れたよって渡してくれたのがこれだったんですよ。もう全然主役が映ってなくて、どう使っていいか分からず、でもせっかく撮ってくれたのにボツにするのもなっていう苦渋の編集で、もうこれネタにするしかできなかった。いや、だって他に どうすれば。いや、私も素人やし、うまくはないけど、でも主役のフレームアウトはさすがに笑うわ。ごめんパパ。じゃあまた。